皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの小田さんです。はい、今日はですね、もう夏休みに入ったということで、特別企画、小田さんの作るローストビーフを紹介したいと思います。はい、では準備するのはこちら、塊肉とこのマジックソルト、このガーリック味ですね。これ別に普通の塩コショウでも OK です。そしてこちらオリーブオイルですね。これマリネしていきます。じゃあ下準備として、まずこちらのお肉に穴を開けていきます。じゃあアシスタント小さい桑田さんです。よろしくお願いします。これブスブス刺してください。はい、何回もこうブスブス刺してね。そう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 です、そうです。はい、何回も何回もいろんなところブスブス刺して抜いて、そう。はい、じゃあ今度は裏返しましょう。はい、というわけで全体的に穴が開きましたら、次はオリーブオイルをかけましょう。大体なんですけど、まあ、小さじ1杯分ぐらい、塊肉1つにつき小さじ1杯分ぐらい入れてください。できます、気をつけて。そう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 、はい、で、うん、はい、そうです、はい、そうですね。裏返してください。はい、そうですね。で、全体的にオイルをなじませてください。はい、そうですね。で、こっちのお肉もね、同じように私が入れましょうか。はい、マリネしましょう。はい、うん、オイルをね、全体的になじませてください。ローストビーフは好きですか？そうですか。じゃあちょっとこれで少しオイルが染み込むのを待って、次の作業に行きます。そう、手を洗ってね。はい、じゃあ少しね、はい、オイルをつけて寝かしたものです。今度はこれをかけていきます。たっぷりかけてね。そう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 、それぐらいたっぷりかけて。そうそうそう。じゃあ今度は裏返してください。裏返してまたたっぷりかけます。結構ね、ローストビーフ作るときにかなりたっぷりめにかけていただいた方が仕上がり美味しいです。かけすぎかなっていうぐらいでもいいですね。はい、 OK です。そしたらこう全体的にね、なじませてください。そう、あのサイコロみたいにね、6面全部こうしっかりまぶしてくださいね。はい、それぐらいでいいですね。じゃあ手を洗いましょう。このままお肉をまたしばらく寝かせます。火をつけます。危ないのでね、お父さんとお母さんと一緒にやりましょう。そしたらちょっと待ってください、まだですよ。フライパンがしっかり温まるまでですね。うん、 OK です。油を入れてください。いいですよ、入れすぎです。ちょっと入れすぎです。じゃあ油を全体的に回してください。そうです、そうです。このままね、オイルを温め切っていきましょう。煙がね、多分立ってくると思うので、煙が立ってくるまでしっかりオイルを温めてください。小さい桑田さん、お料理するんですか？前もちょっと質問してませんでした？そうです。同じ質問しましたね。はい、十分温まったようですね。ではだいたい中火ぐらい、中火からちょっと強火ぐらいですね。では肉を入れていきます。じゃあ肉を乗せてください。気をつけて、危ないよ。できるかい？いい音ですね。 OK。 そしてこちらも肉を乗せます。はい、いい色です。じゃあ今から3分焼きます。次にちょっとね、蓋をしておきましょう。はい、じゃあ片面が焼けました。じゃあもう片面も焼きましょう。ちょっとね、表面焦げたりとかするんですけど、まあ、ローストビーフね、外やるので、そんなに焦げても気にしないでください。じゃあ、もう片面も3分焼きまーす。ちょっと、あ、ごめんなさい。大丈夫？大丈夫。じゃあ、3分、スタート。はい、じゃあ、寝かせたお肉を出していきましょう。こんな感じかな。肉汁が。はい、じゃあこれね、切っていきましょう。断面を。あ、いい感じにできている。あ、いい感じですね。ピンク色で中までね、これ
アルミホイルで包んで土鍋にこう入れることで低温調理ができますので、だいたい40度から50度ぐらいあればね、こう菌は死滅して肉にもしっかり火が通るので、この状態でこう美味しいローストビーフができました。わあ美味しそう。はい、というわけでローストビーフできました。食べる、はい、はい、こんな感じでできました。うん、美味しい。はい、というわけでこの動画を見てローストビーフが食べたいと思った人はチャンネル登録、桑田さんにもね、他の料理もいろいろ作ってほしいという人は高評価コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。